ブンブン。ハロウィーチュー。どうも、マサルです。今回は、格安スマホの最新モデル、ユレフォンノート7の販売がスタートしていますので、スペックや特徴、そして価格などについてご紹介したいと思います。まず、はじめにスペックを紹介すると、次のようになります。CPU は、メディアテックの MT6580A。RAM は1ギガで、ROM は16ギガ。ディスプレイは6.1インチ。 解像度は 1280×600 ドット。カメラは背面のアウトカメラがトリプルレンズとなっており、画素数としては800万画素、200万画素、200万画素の組み合わせになります。前面のインカメラは500万画素のシングルレンズ。バッテリーは 3500mAh で、OS は Android 8.1の Go Edition が搭載されます。 Go Edition というのは、スペックの低い端末でもある程度快適に動作するという軽量なバージョンになります。そして、発売直後となる現時点での価格ですが、8999円となっています。その他の特徴としては、マイクロ SD カードにも対応しており、最大で 64GB までがサポートされます。また、簡易的な認証にはなりますが、インカメラを使った顔認証も搭載されます。とても安い価格で販売されているモデルですが、 アマゾンの販売ページによると付属品の中には保護フィルムのほか保護ケースも含まれているとのことです。ただ価格は極端に安いこともあり、いろいろと欠点もあります。まずはスペックが低すぎるところで CPU の MT6580A というメディアテックの CPU は現在販売されているスマートの中でも特にスペックの低い CPU になります。実際のところメールやネットで何か調べ物をしたり、 また、LINE を使ったりするのであれば、特に問題ないスペックではあるんですが、例えば、同じ Wi-Fi 環境で接続している他のスペックの高いスマートフォンと比較すると、ネットに接続した際のサイトの読み込み速度が遅いというようなことも多々発生するかと思います。意外にも、バッテリー容量は 3500mAh と大容量ではあるものの、仕様としては5 v 1 a となりますので、充電にも時間はかかります。 具体的にどれぐらいかということなんですが、最新のスマートフォンと比較すると半分以下の充電速度になります。そして一つ大きなポイントとしては、3G の通信対応モデルというところです。現在販売されている主なスマートフォンというのは 4G、LTE に対応したモデルが中心で、もうまもうなく次世代の 5G に移行しようとしている段階で 3G しか対応していないというところは、国内での使用を考えるとかなり厳しいところはあります。 もし Wi-Fi 環境だけで接続する、また海外旅行に行った時に使うというような用途で購入するのであれば特に問題ありませんが、国内のモバイルネットワークに接続して使う場合、繋がったとしても読み込み速度はかなり遅く、ストレスを感じる場面が多々あるかと思います。ということで最新モデルでありながら、価格は9000億切などとても安いユレフォンノート7ですが、スペックに関しては価格相応といったところかと思います。ただ、 ファーウェイの Mate 20 Pro のようなデザインに大容量のバッテリーを搭載するなど、この価格帯の製品にしてはそれなりの魅力もあるモデルでもあります。もし購入を検討されている方がいましたら、動画の概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。